ケンポイ。アイコンショ。アイコンショ。じゃあ、そういうことで、A の2乗です、B の2乗、イコール C の2乗ということで、今日の授業は終わりします。はい、てったくん、これ起立、気をつけ、ねえ、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。眠っちゃダメだよ。いや、だって眠っちゃダメだよ。わかる、わかる、わかる。あ、そうそう、今日のホームルームはないから、そのまま帰っちゃってね。帰ったらさ、この後ゲームしよう。いいね、やろうやろう。早く早く。うん、お疲れ様。めっちゃくちゃな。あー、頑張れ。ありがとう。あ、さ、待ってるよ。うん、ありがとう。あー、落ちちゃった。大丈夫？大丈夫か。早く帰ろう。帰ろう。さ、待ってるね。うん、ありがとう。バイバイ。バイバイ。みよさん、はい、転校することになってるけど、友達には報告した？いや、まだです。あ、報告するかは自由だけど、受け締めはしっかりつけないよ。はい、はい、さよなら。さよなら。みよさん、転校しちゃうの？うん。でも、みんなに言わないままにしちゃうとさ、みんなもきっと困っちゃうし、急に言われたらさ、びっくりしちゃって。でもね、僕は思うんだけど、みんなが、きっとみんなにも伝えた方がいいと思うんだよ。だってみんなもきっと知りたい、多分そのことについて知りたいと思うし、そのまま言っちゃったらみんなびっくりしちゃったりしちゃって、すごい悲しむと思うんだよ。はじめに言ったことさ、これからいろいろさ、思い出とか最後にさ、作れたりするじゃん。伝えた方がいいと思うよ、うん、もうみんなさっき出てったし、早く走っていったら間に合うと思うから、うん、伝えに行きな。うん、ありがとう。じゃあね、バイバイ。そういえばさ、この前のテストどうだった？同じ、やばかった。同じだよね。先生がさ、テストの範囲を教えてくれないとかひどすぎるでしょ。待って。あ、どうしたの？どうした？どうした？実はね、言いたいことがあって。うん、言ってみ。何かあったの？来週ね、転校することになったの。なんでそんなこと早く言わないの？そんな強く言わなくてもいいじゃん。だってさ、そういえばどこに行くの？北海道。北海道？まあまあいいじゃん、また会いに行けば。でも北海道なんてすぐそこ、なんか近くにあるわけじゃないんだからさ。上智収穫とかに行けばいいじゃん。そうだよ。まあいいや、あと1週間もあんだしさ。そうだね。これからも仲良くしていこうや。うん、ありがとう。さっきはごめんね。うん、全然。私もなんか急に言われたからびっくりしちゃって、なんか信用されてないのかなって不安になっちゃったんだ。まあ1週間もあんだしさ、またこれからも遊ぼうよ。そうだね。あ、じゃあ帰ったら早速ゲームしない？うん、やろう。
you be mine forever. Stay here together, we can nurture each other. Find us another world to be. All the beauty we'll see. Won't you sing me a song in